こんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ぽっくり霊夢です。ぽっくりってなんだよ、あんたは後期高齢者か。今回は昭和のクーデター事件226事件を解説します。この事件を解説するには大正から昭和初めの軍人の様子と行動派と統制派の対立から説明していかないと単なる頭のおかしい軍人の話で終わってしまうぜ。この時代の軍人でどんな感じだったの？極端に冷遇されてたんだよ、今よりもな。戦前って軍人がのさばってる時代だとばっかり思ってたわ。もうそこから間違ってるだろ。保守を気取ってる人もガチガチの左翼さんも。1918年に終わった第一次世界大戦はあまりに死傷者が出たので、戦後世界中で厭戦軍縮ムードが高まって、その波が日本にも押し寄せたんだぜ。世界中が軍縮ムードなのに軍だけが戦車だ飛行機だ言ってたら肩身狭いわな。日本も社会インフラを整備していかないといけない段階なのに、軍だけに予算をかけるわけにはいかんので軍事予算カット、軍リストラを時の政治家たちは進めようとしてたぜ。ところが軍事の専門家である軍人たちは欧州大戦を目の当たりにして、予算かけて軍を近代化しないと勝てなくなるって思ってるわね。そこで陸軍の中に行動派と言われる人たちが登場して、天皇の周りにいるクソ政治家を打倒して天皇新政を打ち立てるべしと言い出した。荒木貞夫とか正木仁三郎とかいう人が中心になって、基本的なこと確認したいんだけど、天皇陛下はそのことをどう考えてたの？そんなことは全然考えてなかったぜ。本当に困った人たちねえ。そういうぶっ飛んだ話じゃなくて、現実的に政治に介入して軍の発言力を強化しようとした派閥が統制派。代表的な人物に東条英機、永田鉄山なんかがいるわね。こっちの方は脳筋度が低そうね。陸大でのスーパーエリートはほとんど統制派だったからね。統制派、行動派、派閥構想は統制派の勝利で終わるぜ。脳筋じゃ勝てないか。このおっさんが日本陸軍に不条理な精神主義独特注ぎ込んだみたいなもんだからな。行軍とか言い出したのこの人が最初だし、竹槍300万本あれば列強強ルルに足らず、と真顔で言ってるし。ガチバカじゃねえの。軍隊で上の方にいるべき人じゃないよね。こういうわかりやすく熱い親父って下から人気があるんだよ。このおっさんに愛国煽られた若手将校は鬱屈溜めてたってわけね。それと昭和に入ると大恐慌が襲ってきて、日本経済は大デフレに落ち込んでしまうんだよ。それと若手将校と何の関係があるのさ。若手将校たちは大抵中小隊長だから、農村やら底辺労働者出身の兵たちの話を聞くことが多いんだよ。どんな話を聞いたのよ。例えば東北の娘が売られた話だとか、軍人恩給欲しさに自殺図る兵の話とか。昭和初期の若者って純粋で優しい人が多いよね。事件に参加した安藤隊員などは農村出身の兵に自分の給料を分け与えていたけど、どうにもならんようになったって言ってる。それで陛下のそばにいるクソ政治家を打倒すべしって考え出したのか。士官学校出てて頭もいい軍隊でそれなりの地位もあるって人たちだから、キーボード叩いてるだけの現代の愛国者とはわけが違うのよ。事件は昭和11年2月26日に起こってるわね。磯部第一主計、高田隊、野中隊、安藤隊、栗原隊などが兵約1500名を率いて東京の中心部を占拠。斉藤誠内大臣、高橋小力夫大蔵大臣、渡辺陸軍教育総監を殺害、鈴木貫太郎侍従長に重傷を負わせ、岡田圭介総理を殺害未遂。ぬっ殺された人って昭和天皇の信頼が厚い人とか、日露戦争の英雄とか、そんな人ばっかじゃない？岡田首相なんか私腹肥やすどころか製品で有名だったじゃない？荒木大将と正木大将の覚えが悪い人か、軍縮を進めた人が軍則の勘クソ政治家認定されたんだぜ。なんか生臭い匂いがするわね。この事件は元から行動派の親玉が一発逆転を狙って若手将校を使ってやった暴虐だって噂は事件以来ずっとくすぶってるわね。正木大将外の一番に陣中見舞いで磯部死刑と高田隊に面会してるわね。とうとうやったか、お前たちの気持ちはよくわかっとる。何これ、事件を利用する気満々じゃないの。正木大将はその後軍事参議官会議に参加。
軍事参議官会議では行動派主導で決起将校たちの言い分を半ば認めるような陸軍大臣告知が決定したぜ。ますます仕込み臭いわね。用意周到すぐる。さらに、同じ日反乱軍は正規の軍隊だとする、軍隊に対する告示が出されたぜ。これはクーデター成功か。ところがある人物が強硬にクーデター鎮静を主張して展開が無楽になるぜ。誰だよ、偉く度胸のある奴だな。相手は総理大臣ぬっ殺すような輩だよ。このお方だ。ひえごめんなさい、許してくだしや。昭和天皇は大層お怒りになられて、鎮が孤高の老臣を殺戮す。このごとき凶暴の将校など、その精神においても何の許すべきものありあっておっしゃったものだから、急転直下反乱鎮圧の方向で事態は動くぜ。行動派とか言ってるんだから陛下から抑えろよって。過剰に愛国とか尊王とか言ってる奴に限っていつもこのありさまだからな。肝心の陛下は蚊帳の外っていう。まあ普通の神経してたら荒木とか正木とかいう人より、鈴木貫太郎の方がはるかに信頼できるわな。鈴木閣下は日本海海戦時は駆逐艦を買って戦艦3隻を撃沈したシャアみたいなお方だもん。27日午後には連合艦隊機関長門が東京湾に入ってきたぜ。さらに死んだと思われた岡田首相は生きていて官邸からの脱出に成功したぜ。完全に26日と逆回転だ。再び正木閣下が反乱将校たちを訪れて、お前たちが戒厳命令に反抗するなら俺が老骨に鞭打ってお前たちを撃つぞと言ってきた。何そのひどい手のひら返し。28日は決起部隊を原隊に復帰させよという陛下の命令が戒厳司令部に下達され、2万の陸軍部隊が決起部隊を包囲したぜ。完全にクーデター失敗。これを受けて反乱に参加した兵、下士官たちは原隊に復帰を開始。反乱将校の一部は自決、ほとんどは法廷で争うために投降し、事件は終結。反乱に参加した将校さんたちはその後どうなったの？皆さん、弁護人なし、秘密裁判、一審のみっていう暗黒裁判にかけられて銃殺されたぜ。行動派の陸軍幹部は、詐欺坂俊平法務官は正木大将を反乱幇助罪で立件しようとするけど、上からの圧力で正木大将は無罪ということになってしまったぜ。日本の組織っていつも上の方の人はそうやってうやむやにして逃げちゃうわねー。今日では若手将校が行動派幹部の話聞いて興奮して勝手にどえらいことしでかした説が有力ね。まあ、正木と荒木は予備役に送られてただのじいさんにされちゃったけど、それだけじゃなくてこの事件で行動派は壊滅し、宿軍と称して統制派が完全に陸軍の主導権を掌握するんだぜ。抜け目ない人たちね。油断も隙もあったもんじゃないわ。統制派が掌握した軍は宿軍の名目で露骨に後継の広田内閣に介入して陸海軍大臣現役武官制を復活させたぜ。陸海軍大臣現役武官制、何それ美味しいの。この制度を使って気に入らない内閣からいつでも陸海軍大臣をぶっこ抜いて当閣できるんだぜ。そうなったらもう内閣は軍部の言いなりになるしかなわね。しかも統制派の軍人らはたびたび自分は納得しても若い者がって政治家を脅すようになるんだぜ。ヤクザかよ。でも政治家さんもぬっ殺されてはたまらんしな。しかも事件後残った寺内、杉山って大将連中がどうしようもない無能だから課長クラスが勝手なことばっかりするような陸軍になって、さらにグダグダに。日本の権力機構がグダグダになったところで日中戦争、太平洋戦争と続いていくわけね。グダグダになってなけりゃ日中戦争に終わりが見えてないのにアメリカに先制攻撃かけるわけないわ。